あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは12番、4番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて4番行きました。これに続いて9番、内からは1番、その外から12番、その隣に8番、5番、そのうちに続いています。その外に7番、3番すぐ後ろ並んで2番、しんがりから13番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。8番すぐ後ろに14番並んで5番、その外に12番、4番、そのうちに続いています。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭は12番、さらにリードを広げます。8番ほとんど差がありません。さあいよいよ直線の攻防。12番先頭、8番先頭、2番手は12番追いすがります。8番頑張る、8番先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 8番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は9番、8番差を広げる。8番1着、8番完勝、8番1着、2着は7番、8番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは7番、綺麗なスタートを切りました。7番、この辺りも前へ行きます。7番、競りかけていきました。その外に14番、1番、そのうちに続いています。並んで13番、5番、そのうちに続いています。内からは8番、並んで6番、内からは2番、その隣に4番、その横に3番、最後方に10番、ここで12番、先頭に変わりました。7番、ほとんど差がありません。11番、3番手、1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った。11番、先頭、2番手は9番、11番先頭、9番追いすがります。11番先頭だ。11番、わずかに11番体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。11番前に行きそうです。14番、これに続きます。並んで12番、9番、そのうちに続いています。その外に13番、2番、そのうちに続いています。赤の帽子、3番、その後ろすぐ隣に7番、すぐ後ろに8番、赤の帽子4番、その後ろすぐ隣に10番、最後方に1番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。この辺りで先頭が変わりました。14番、2番手は11番、12番、3番手1番、交代1番、大丈夫か。後続も追い上げていきます。
さあ先頭は14番、11番、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。14番先頭、差はほとんどない。2番手は14番、14番、さあ果たしてこの足色はどうか。ここで先頭に立った。6番、6番抜けた。11番追いすがります。最内から一気に2番、6番、6番1着、2着にはどうやら11番、6番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。9番前に行きそうです。これに続くのが11番、その外に14番、ピンクの帽子13番、その後ろ内からは8番、その外から10番、内からは4番、さらには2番、その外に6番、青の帽子5番、その後ろすぐ隣に3番、その横に1番、最後方に7番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から9番、依然として先頭、その外から13番、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭は14番、ここで先頭が入れ替わりました。13番、14番、2番手に控えました9番、3番手1番、これはかなり後ろからの競馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は12番、先頭、2番手は9番、残り 200m、 12番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。3番迫る、一気に3番、12番、1着、2着にはどうやら3番、勝ったのは12番、このレースを制したのは12番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。4番、これはいいスタートを切りました。10番、ちょっとタイミングが合いません。5番、前に行きそうです。12番、これに続きます。並んで14番、11番、そのうちに続いています。その隣に9番、3番、そのうちに続いています。緑の帽子10番、その後ろすぐ隣に13番、その横に6番、しんがりから2番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、一気に先頭に立ちました12番。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ12番、7番、ほとんど差がありません。14番、3番手1番、この位置は果たしてどうでしょう。後続も追い上げていきます。さあ先頭は12番、その外からは14番、並んで11番、内からは8番、その外からは10番、内からは7番、短い直線に入って後続は届くかどうか。12番先頭、8番先頭、2番手は8番、11番抜けた、8番迫る、内から一気に8番、1着、2着にはどうやら11番、8番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。8番、これは好スタート。14番、この馬も好スタートを切りました。14番、この辺りも前へ行きます。これに続くのが8番、並んで4番、その外から13番、その隣に10番、3番、そのうちに続いています。黒の帽子2番、その後ろ、その外から5番、並んで1番、その後ろからは9番、しんがりから6番。さあ先頭は8番、10番、ほとんど差がありません。2番、3番手、1番、この位置から届くのかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は8番、内からは2番。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わって7番、先頭2番手は2番、7番、先頭2番、先頭7番、追いすがります。2番、先頭だ。2番、1着、2着にはどうやら7番、2番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは13番、10番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく13番行きました。続いて前へ行くのは1番、さらには12番、10番、その後ろ後方に控えたのが11番。それでは先頭から13番、先手を取りました。さあ先頭は依然として13番、10番、ほとんど差がありません。6番、3番手、1番、これはいい位置につけています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。13番、先頭あと 200m、 13番、先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。5番、迫る。13番、先頭だ。先頭は13番、1着で合流。13番、1着、2着にはどうやら5番、13番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。11番、前に行きそうです。続いていくのが7番、その外に12番、9番、そのうちに続いています。内からは1番、4番、そのうちに続いています。赤の帽子3番、その後ろ5番、すぐ後ろ並んで8番、この辺りで先頭が変わりました。9番、9番、後続を引き離す。2番手は1番、12番、3番手1番、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は9番、短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立った。1番、1番、先頭。2番手は9番、残り 100m。 1番、先頭。7番、食らいつく。1番、先頭だ。1番、わずかに1番、体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは14番綺麗なスタートを切りました。4番前に行きそうです。これに続くのが14番その外に9番オレンジの帽子11番その後ろすぐ隣に10番その横に12番この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ4番14番ほとんど差がありません。1番交代1番大丈夫か。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は13番並んで14番その隣からは4番4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ先頭は9番先頭2番手は4番追いすがります。残り 200m 9番先頭だ。残り 100m 9番先頭4番食らいつく9番先頭だ。9番1着2着にはどうやら4番勝ったのは9番このレースを制したのは9番あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。13番これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて13番行きました。これに続いて6番その外に10番黄色の帽子7番その後ろその隣に11番5番そのうちに続いています。内からは4番さらには1番その外に9番赤の帽子3番その後ろしんがりから14番さあ先頭は12番2番手は4番1番いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は12番さあ直線に入りました。ここの直線は短い。12番先頭8番先頭2番手は12番追いすがる。残り 100m 8番先頭7番迫る。8番先頭だ。8番1着2着にはどうやら7番勝ったのは8番このレースを制したのは8番あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。7番これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく7番行きました。続いて前へ行くのは5番さらには3番12番その後ろ前に戻りましょう。7番先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。先手を取ったのは7番その外から10番その後ろに5番1番そのうちに続いています。その外に14番9番すぐ後ろその隣に8番2番そのうちに続いています。赤の帽子4番その後ろ各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。10番一気に先頭に立ちました。すぐ隣に11番ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ10番14番ほとんど差がありません。1番これはかなり後ろからの競馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は11番先頭2番手は11番残り 200m 先頭は6番11番必死に追いすがります。6番先頭11番追いすがります。6番先頭だ。6番1着2着は微妙です。勝ったのは6番このレースを制したのは6番
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは8番綺麗なスタートを切りました。3番前に行きそうです。13番それに続いています。さらには12番8番その後ろ4番後方から前に戻りましょう。14番先手を取りました。内からは12番その外から13番内からは9番3番その内に続いています。各馬3ターンに他名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。ここで12番先頭に変わりました。8番ほとんど差がありません。13番3番手1番交代1番大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって13番先頭2番手は12番追いすがる。13番いっぱいになった。残り 200m 13番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。13番先頭3番迫る。内から一気に3番13番大激戦のゴール前果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは7番、12番。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して14番、鼻に立ちます。その後ろからは7番、この馬も上がっていく構えです。さらには2番、12番、その後ろ8番、後方から。それでは先頭から2番、先手を取りました。その外に7番、並んで6番、14番。この馬もこのグループ。すぐ隣に9番、その横に12番、10番、そのうちに続いています。その隣に11番、5番、すぐ後ろ、その外に13番、4番、すぐ後ろ、並んで8番、しんがりから3番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は7番、2番、ほとんど差がありません。14番、3番手、1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。7番先頭、差はほとんどありません。2番手は6番、残り 200m。 7番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気に1番1番1番先頭だ。1番1番1着、2着にはどうやら6番1番。見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。
スタートしました。4番好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して4番花に立ちます。その後ろからは11番、この馬も上がっていく構えです。さらには6番、1番、その後ろ。それでは先頭から11番、先手を取りました。内からは5番、4番、そのうちに続いています。その外に12番、ピンクの帽子、14番、その後ろ。内からは8番、並んで7番、13番、この馬もこのグループ。3番、そのうちに続いています。並んで1番、2番、この馬もこのグループ。ここで4番先頭に変わりました。11番、ほとんど差がありません。9番、3番手1番、交代1番、大丈夫か。後続も追い上げていきます。さあ先頭は11番、9番、その後ろ、5番、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。4番先頭、残り 200m。 4番先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。11番抜けた。4番、11番追いすがります。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかに4番体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。7番好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく7番行きました。続いて前へ行くのは9番、さらには6番、4番、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのは9番、その外に12番、5番、そのうちに続いています。内からは3番、1番、そのうちに続いています。オレンジの帽子、11番、その後ろ。その外から8番、内からは2番、最後方に14番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度13番、一気に先頭に立ちました。2馬身から3馬身のリード。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。前に戻りましょう。13番先手を取りました。さあ先頭は依然として13番、まだ粘っています。2番手は12番、5番、3番手1番。これはかなり後ろからの競馬です。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭は6番、6番、先頭、あと 200m、 6番、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。6番先頭、9番、6番迫る、6番、6番、わずかに6番体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。11番好スタート、10番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく11番行きました。続いて前へ行くのは10番、さらには7番、2番、その後ろ。先頭に戻りましょう。
10番先手を取りました。内からは2番3番そのうちに続いています。内からは11番7番そのうちに続いています。内からは5番4番そのうちに続いています。その外に9番1番そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって2番3番先頭、あと 200m、 先頭は2番。さあ来た、さあ来た、1番前を捉える勢いだ。3番9番追いすがります。外から一気に9番3番、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。6番、これは遅れてしまいました。先行争い、何が行くでしょうか。9番、前に行きそうです。8番、それに続いています。さらには10番、11番、その後ろ。それでは先頭から10番、先手を取りました。その隣に9番、5番、そのうちに続いています。黄色の帽子、7番、その後ろ。6番、そのうちに続いています。その外に13番、3番、そのうちに続いています。その後ろに2番、その外から12番、その外に14番、最後方に1番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から。さあ先頭は依然として10番、2番手は9番、8番、3番手、1番、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った。9番、9番、先頭、残り 200m、 9番、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。9番、先頭、4番、追いすがります。9番、先頭だ。9番、1着、9番、1着、2着にはどうやら4番、9番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは12番9番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのは9番、さらには2番4番、その後ろ。先頭に戻りましょう。2番、先手を取りました。その外に10番、その外から12番、緑の帽子、9番、その後ろ、8番、そのうちに続いています。内からは4番3番、そのうちに続いています。その後ろに5番。さあ先頭は13番13番、後続を引き離す。14番、ほとんど差がありません。9番、3番手、1番、この位置から届くのかどうか。残りあと 400m、長い直線、ここからどうか。13番、先頭、差はほとんどない。2番手は12番、あと 200m、13番、先頭だ。しかし、後続の足色もなかなかいい。12番、抜けた。13番、追いすがります。12番、1着、2着は微妙です。12番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。11番前に行きそうです。12番それに続いています。さらには9番、13番、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのは11番、その外に13番、その外から14番、内からは7番、その外から9番、内からは4番、5番、そのうちに続いています。並んで3番、その外から6番、最後方に1番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。4番その外から11番、緑の帽子、10番、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭に戻りましょう。4番先手を取りました。その外から11番、その外に14番、ピンクの帽子、13番、その後ろ。内からは8番、並んで10番。さあ先頭は依然として4番、後続を引き離します。11番、ほとんど差がありません。1番、この位置から届くのかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのは13番、あと 200m、 先頭は13番、先頭は13番、先頭10番、追いすがります。13番、先頭だ。13番、1着、2着にはどうやら10番、13番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。14番、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。7番前に行きそうです。9番、それに続いています。さらには13番、11番、その後ろ。それでは先頭から8番、先手を取りました。並んで10番、その外に12番、その外から11番、内からは7番、その外から14番、その隣に9番、4番、すぐ後ろ青の帽子、5番、その後ろ。すぐ隣に2番、その横に1番、6番、この馬もこのグループ、最後方に3番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さあ先頭は14番、8番、ほとんど差がありません。1番、この位置は果たしてどうでしょう。後続集団も追い上げにかかります。先頭変わって8番、先頭、2番手は8番、差し返すか。残り 200m、 8番、先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。13番、追いすがります。8番、先頭だ。8番、大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。2番前に行きそうです。8番それに続いています。さらには9番、14番、その後ろ。後方に控えたのが
6番前に戻りましょう。先手を取ったのは14番、内からは7番、その隣に2番、その外に13番、緑の帽子9番、その後ろ内からは5番、その外から12番、内からは1番、その隣に4番。ここで各は第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。8番、ここで先頭が入れ替わりました。11番、8番、2番手に控えました。7番、3番手、1番、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭は8番。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。11番、先頭差はほとんどありません。2番手は11番、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。11番先頭、差はほとんどない、あと 200m。 11番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。11番粘る、一気に13番、1着、2着は微妙です。13番見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。2番前に行きそうです。10番、それに続いています。さらには14番、1番、その後ろ。それでは先頭から7番、先手を取りました。内からは2番、その外から13番、並んで14番、12番、そのうちに続いています。その後ろに11番、4番、そのうちに続いています。その外に6番、その外から9番、内からは1番、その外から5番、しんがりから8番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭は10番、差はほとんどない。2番手は7番、あと 200m、 7番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番、10番、追いすがります。2番先頭だ。先頭一段となってゴールイン。これは大激戦だ。2番、1着、2着は微妙です。勝ったのは2番。このレースを制したのは2番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは14番、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して14番、花に立ちます。その後ろからは8番、この馬も上がっていく構えです。さらには11番、6番、その後ろ。それでは先頭から14番、先手を取りました。2番、そのうちに続いています。オレンジの帽子11番、その後ろ。すぐ隣に13番、それでは先頭から先手を取ったのは11番、すぐ後ろに2番、12番、それに続きます。その隣に13番。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として11番、2番手は2番、13番、3番手、1番。ぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。11番先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 11番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。12番先頭、11番食らいつく。11番、12番、12番、わずかに12番体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは10番綺麗なスタートを切りました。1番前に行きそうです。10番それに続いています。さらには7番4番その後ろ。それでは先頭から7番先手を取りました。内からは1番その外から10番並んで8番4番すぐ後ろ。その隣に5番その横に2番しんがりから3番各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番一気に先頭に立ちました。1番すぐ後ろその外に10番緑の帽子6番その後ろすぐ隣に7番その横に8番内からは2番その隣に4番その横に3番最後方に9番前の方からもう一度7番レースを引っ張ります。すぐ隣に5番その外から8番ピンクの帽子10番その後ろ。残りあと 400m 長い直線ここからどうか。7番先頭差はほとんどありません。2番手は5番残り 200m7 番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。4番抜けた7番追いすがります。内から一気に6番2頭がほぼ同時に突っ込んできました。4番6番6番1着2着にはどうやら4番勝ったのは6番。このレースを制したのは6番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。8番これは好スタート綺麗なスタートを切りました。9番前に行きそうです。1番それに続いています。さらには8番2番その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのは7番その外に9番その外から8番並んで10番1番そのうちに続いています。その外に5番並んで2番その外に6番3番そのうちに続いています。しんがりから4番各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から8番レースを引っ張ります。黄色の帽子5番その後ろ間が空いて7番ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。5番まだ粘っています。8番ほとんど差がありません。間を挟んで7番3番手1番これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は5番8番その後ろ1番その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m 長い直線ここからどうか。最後の追い比べ先頭は8番9番先頭2番手は8番先頭を捉えるか。残り 200m9 番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。1番食らいつく9番先頭だ。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦大激戦になりました。9番1着2着にはどうやら1番9番見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。7番これは好スタート。2番この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく2番行きました。続いて前へ行くのは3番さらには10番7番その後ろ。前に戻りましょう。2番先手を取りました。その外から7番その後ろに3番その外から10番緑の帽子6番その後ろ。すぐ隣に8番その外に9番5番すぐ後ろ。しんがりから1番各馬がターフの上を駆け抜けていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって8番8番先頭2番手は7番懸命に追いすがります。8番頑張る8番先頭1馬身から2馬身のリード。残り 200m8 番先頭だ。リードは1馬身後続の足色はどうか。6番迫る一気に6番8番8番1着2着にはどうやら6番勝ったのは8番。このレースを制したのは8番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは2番綺麗なスタートを切りました。大方の予想通り2番先頭を伺います。1番競りかけていきました。さらには3番、7番、その後ろ前に戻りましょう。8番先手を取りました。その隣に4番、内からは2番、その外から10番、内からは1番、並んで3番。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向上面に入ります。先頭に戻りましょう。2番先手を取りました。すぐ隣に6番、すぐ後ろに5番。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最高方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。前に戻りましょう。先手を取ったのは7番、その後ろに2番、並んで6番。さあ先頭は依然として7番、まだ粘っています。10番、ほとんど差がありません。2番、3番手、1番、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は7番。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は2番。後続馬も足を伸ばしてきました。6番追いすがります。内から一気に8番、2番、わずかに8番、体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは6番。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく6番行きました。続いて前へ行くのは9番。さらには1番、3番、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。6番先手を取りました。1番すぐ後ろ。その隣に2番。その外から9番オレンジの帽子。8番その後ろ。5番すぐ後ろ。並んで7番。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。では前の方から8番先手を取りました。6番それに続いています。その外から10番ピンクの帽子。9番その後ろ。2番それに続きます。すぐ後ろに5番オレンジの帽子。7番その後ろ。すぐ隣に4番。最後方に3番。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは8番、すぐ後ろに1番、その隣に6番、9番それに続いています。10番すぐ後ろ、少し間が空いて2番、5番すぐ後ろ、オレンジの帽子。7番その後ろ。しんがりから3番。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。10番先手を取りました。これに続いて6番、その隣に8番、その横に1番、9番それに続いています。少し離れて2番続いています。すぐ後ろに5番。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。10番先手を取りました。その後ろに8番、並んで1番、すぐ後ろに6番、さらには5番、並んで7番、9番そのうちに続いています。その後ろに2番、並んで3番。しんがりから4番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番レースを引っ張ります。
5番、すぐ後ろ並んで7番、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として8番、5番、ほとんど差がありません。7番、3番手、1番、 B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は7番、内からは8番、並んで5番、間が空いて1番。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は10番、先頭2番手は7番、10番、先頭7番追いすがります。10番、先頭だ。10番、1着、2着にはどうやら7番、10番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、6番前に行きそうです。2番、それに続いています。さらには5番、10番、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは6番、黄色の帽子、5番、その後ろ。その隣に9番、その横に7番、8番、この馬もこのグループ1番、そのうちに続いています。並んで4番。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは6番、すぐ隣に7番、その横に5番、その外に8番、2番、そのうちに続いています。並んで9番、その外から10番、その後ろに1番、並んで3番、しんがりから4番。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。10番、6番、すぐ後ろ、並んで7番、8番、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ10番、6番、ほとんど差がありません。7番、3番手、1番、交代1番、大丈夫か。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は6番、7番、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は6番、残り 200m、 6番、アドバンテージをキープ。後ろはどうか。後続は大きく離れました。2番手は9番、6番、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。6番、1着、2着は9番、勝ったのは6番、このレースを制したのは6番。Thank you.